ベルギアンスカ植物園のウィットロックのレディーフファイト、ウィットロックはスウェーデンの植物学者である。ダールスランド地方のホルム教区でドイツ出身の家系に生まれた。ウプサラ大学で学び1868年に博士号を得た。高校の博物学と英語の教師をしながら1975年から1878年からウプサラ大学の非常勤教授。 1879年から1904年の間、ウプサラ大学の教授、ストックホルム自然史博物館の植物標本館の学芸員を務め、1879年から没するまで、ベルギアンスカ植物園の園長を務めた。ノルウェー、イギリスやヨーロッパ大陸に旅し、1895年にブダペストで開かれた国際農業見本市では、 スウェーデンの代表として、ハンガリーを訪れた。ベルギアンスカ植物園の移転と拡張に貢献した。植物学の分野で草類の分野の研究で知られるが、園芸植物のスミレに関する著書もあり、後輩によって作られたパンジーの学名ビオラ、ウィトロキアナは、ウィットロックにちなんで名付けられた。その他に、パイナップル科の俗名、ウィトロキアや、草類の俗名、 ウィトロキエラに懸命されている。息子のゲオルク・ウィットロックと孫のウルフ・ウィットロックは歴史家として知られ、ひ孫のビョルン・ウィットロックは政治学者として知られる。ウィドゥルは植物の学名で命名者を示す場合にファイト・ウィットロックを示すのに使われる。ありがとうございます。